はい、ただいま2023年の、4月の2日になりましたね、もう12時回りましたんで2日というところで、進めてまいりたいと思います。どうも麻雀というのは夜中にやってしまうので、懐かしいなという思いありますけど、そのあたり注意しなければいけないかなと思いながら進めてまいりたいと思います。はい、エントリー者もすぐに3人終わりまして、さっさと進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますということでやっていきたいと思います。はい、親スタートですね。さあ、役牌も大事なんですが、まあ手牌が割と揃っているので手なりに進めていけばいいかなと思います。あら、なんかもうすでに CPU がダイソー走ってる人がいるみたいですね。何を考えているのかは分かりませんが、とりあえず CPU がダイソーということは、まあ、角切りなんですね、基本的には。だからまあ対面が人間、あとは重ねたか、そしたらまあちょっと役牌を取っておきたい。でも白はいらないですね。ただパーピン落としたんでちょっと残念な打ち回しになりましたね。これはいらないですね。で、スーピンが、ああこれイーシャンテンだけど、ウーパーピンは引き戻しそうな気がするんで、ちょっとまあ狙っていきたいと思います。いや、ここはもうウーパーピンを見切って、そうですね、これはまあ3ピンはこれでいいんですけど、あーパーピン引いてきたか。これはちょっともう対面をちょっと警戒ですね。いや、これはいらないです。ちょっと対面が怖くなってきましたが、あれ、リャンペイコじゃないですか。これはリャンペイコリーチコ。いや、リャンペイコじゃないですね。まあいいか。リャンペイコじゃなくてチートイツですね。まあここは運が良ければ出るというぐらいです。筋は通ると判断したんでしょうね。上がりきることはできるか。これが出るとは思えないですね。このまま静かに場が進行していくのか。あ、あれ、そういうことか。はい、いきなりの大物。これはちょっとでかいですよ。まあまあ、とりあえずは跳ねマンですね。親っぱねスタート。もう相手は諦めるかもしれないですね。けどまあダイソーが入ったということはまあ諦めることもないんでしょうけど、わ、これはかなりいいですよ。これってちょっと微妙なんですけど、ここからいきます。白をちょっと取っておきつつも、横並びに期待をしながらドラを絡めていくという感じですね。ここで勝負金落とそう。これでですね、これは反応しない。反応しないんですが、あ、そうそう、この感動ピンが入ることを期待してたんですよ。で、これで感動層、感パー層を入れて、一気にリーチというイメージです。だからまあ、泣きはいらないですね。泣きはもうできる限りオフにしておいた方がいいと思っています。ただこれ感動素感パー素は多分入ると思いますので、まあちょっとまあ様子を見ましょう。もうほとんどそれ以外に上がり手がないですね。ずっとつもぎりしてるということもバレていると思います。はい、リーチが入りました。スーピンは大丈夫。ですね、これはもうリーチいきます。現物もあるし、はい、追いかけます。はい、まあしょうがないですね。これはまあちょっと大きいかな。まあ満貫か、満貫ですか。違いました。ドラが4つも乗っていました。はい、
さっきの分をお返ししましたというところですね。まあいいです、これで振り出しですから。はい、気を取り直して参りたいと思います。はい、シャーチャですね。これはちょっとさっさと終わらせてしまいましょう。一体どんな結末となるのでしょうか。ここはドラを持ってきた、ドラを持ってきたんで、これはちょうどよかったかなと。ああ、そういうことか。そしたらちょっとチーピンを見切って、ピンズの下とソーズの下を集めていきます。あー、リッチか。いや、ここはまあまあ E1 しょうがない。 E1 が通るけど U1 か、微妙だな。あー、いいそうかな。あー、またチューンで当たった。ちゃんとか。まあこれはもう仕方がないですね。はい、とりあえず少しずつ勝った、まあ、取っていくしかないですね。準備中が出ていますが、多分通信があんまり良くないんでしょうね。はい、3ピン、ここはですね、まああんまり無理をしなくて、とにかく上がるでもいいと思うんですが、あまり大きい手を狙う必要はなくて、1ピン。これでいくと E ピン、あ、6ピン来たか、6ピンが入ったんであれば、トン落とそう。1ピン落とさなければよかったんですが、サブロー9ピン入ってリーチか。まあ、リーチでしょうね、ここは。まあ、買う嘘はないんで、はい。読んでありますと。これは数字で読んできたんでしょうね。かなり早めに出ました。これいい手ですよ、なかなか。はい、あんまりいい手でもないですね。ただまあ点数はちょっと戻しましたんで、あ、トン重なりましたね。これはもうこのトンで勝ち切りたいと思います。はい、なのであとは数を合わせていきたいと思います。さあ、これでチーソーは入っ、リーチか、リーチ。いや、ここはもうチューン行くぞ。ハクも行く。で、これはですね、もう泣いて、もうテンパイ取るしかないですよね。まあこれはもうどうしようもない、仕方ない感じです。まあこれはもういいです。初のドラ1か。さっきの分を取られました。1万差ですからね。何気にちょっとやっぱ差があるか。なんか光ったんで、これは多分ちょっといいハイパイだと思うんですけど。あ、チートイツ行きましょう。本一チートイ狙います。本一チートイでこれで一発大逆転ですね。これはもうそれ以外目はないですね。はい、泣きはしません。これはもう本一チートイ以外はないかなという感じです。はいはい、ピンズが伸びると見たんですね。そうです、その通りです。もうそれ以外にはないですね。さて、ここでリーチ、リーピン狙いですね。まあこれは多分出ると思いますよ。これさすがに筋は通ると判断するんですが、これは直接取りたい。スーピンに前切れです。いや、絶対出ると思います。これは掴んだら出します。おっ、掛けか。しかも4ピンめちゃくちゃ引いてるんで、これは4ピンを
はーい、ピン。うまく打たれてしまいました。全くその通りですね。マンガンか。しかもこれ16000点、1万近く差がついてしまったんで厳しいですが、あ、ドラさん、おらす。これって結構国士手では入ってたんですね、かなりの。さあ相手はどんどん打ってくると思いますんで、ただもうこれはもう面前で行くしかない。面前で行きますよ。面前で行くしかないんで、チュンが1枚入れました。であとはもう行く通りに行くしかないんで、まあこれはとりあえずあとリャンゾスーソ、あら、あ、そういうことか。待てよ、だからこれ泣きありにして最後上がってもいいかな。リーチいきます、リーチいきますよ。リーチであります。バイマンテンパイですから、これはチャンスあるんじゃないですか。いらんことしておるぞ。お、来ました。これはいい上がり。リーズもチャンタのドラドラ、リーペイコーも好きですからね。まあ3倍マンはないですけど、チャンタ、リーペイコー、ドラドラ、アネマンです。これで大逆転、500点。いやー、これはいい上がりでしたね。非常にいい上がりをしました。いや、面白かったな。このような試合ができると楽しいですね。ちょっと久しぶりトップです。はい。ちょっともう一回やっていきたいと思いますんで、そのまま。はい。すぐにエントリーが決まりましたね。まあ、さっきはちょっとすぐにコンピューターになったんで、ちょっと歯応えがなかったと言わなかったんですよね。まあ、ただ、という面は結構強かったかなと。はい、シャーチャーですね。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。ハイパイは微妙なんですが、どんな戦いとなるのでしょうか。まあここはちょっと9万をすでに落として、なんか邪魔といえば邪魔なんですけど、なんかちょっと薬牌もちょっと出てるんで、これ薬が固まれば本一を狙っていってもいいかなと。いや、まあでもこれは普通に上がりを目指した方が良さそうですね。プレイヤーこれでリャンシャン点です。リャンドが入って、まあ初チューンが出てないんで持ち合いでしょうか。リーチか。これってちょっと怖いんですけどね。まあ通ったんですけど、いや、これ何を切った方が良かったですね。もう上がりを捨てて、とりあえず何を切ります。はい、なお切ります。これはもう振り合ってほしいなという感じですね。シャフ、はい、まあこれはもう仕方がない、もうどうもならないやつでした。まあ親ですからね、まあ仕方がなし。一本歯、あ、これはあの光はハイパイがいいやつですね。これは速攻かな。速い順目でいけそうですね。か、まあでもこれ割ともつれるんですよね、このパターン。いや、これはもつれないですね。多分割と速攻かなと。これで、ウーソとチーソが、ウースピン、チーピンが入って速いですよ、これは。一通も見えてきたんで、
いや、これ両方の一通が見えてきたんで、とりあえずもう急ピンは諦めますが、パストか。これって結構ややこしいんですよね。パース巻いてもいいかもしれないですが、あ、来ました。これはもうこれはもう一通確定のリーチ、うん、いいリーチですね。あ、これはまあ、あ、もうか、うーん、まあまあ仕方なしですね。ちょっと手もあんまり待ちも良くないんで仕方なしと。まあ次ですね。トン2曲、ドラは9層、プレイヤーはなんちゃです。なんちゃですが、現在のトップはなんちゃです。これは薬牌をちょっと大事にしつつ、いやでもまあ、瞬つ手が伸びそうな瞬つ手なので、そちらにかける感じですね。まあ薬牌にはそんなに頼らなくてもいいかなというところです。まあ薬牌が来れば即泣いていってもまあいいのかなと。一歩前進、これで三シャン点ですが、まあこれは結構ずらずらっと揃っていく手配ですね。スーピンアンコッカー、それでローピンが入るといいですが、あーと、ローピンパーピンのカンちゃんが埋まっていく感じですね。ソーズが伸びない。三ピンか、三ピン持ってるか。ここはスルー。まあちょっと泣きなしを入れよう。これやっぱ泣きを入れると相手に読まれてしまうなっていうのがありますね。あら、なるほど。まあこれはもうどうもないですね。まあ基本的にハイパイとツモで一気に型をつけられるっていうことは、まあ、どうしてもあるので、まあ、それに一喜一憂しないことが大事かなと。これって割と本質を見てもいいんですが、そうですね、ちょっと本質を狙いつつ、難が1枚切れました。まあシャアはおたかぜなんで、シャアからいくか。これはちょっとウーファーストはやっぱりしてない方がいいかなという感じですね。あまり無理してピンズに寄せなくても手はあるので、あ、リーチか。いや、三速か。とりあえず9ピンを取ろう。9ピンはあんまり安全ではなかったんですね。まあ、いや、まあ、9ピン落として、そうですね、まあとりあえずまあ E1 もあるし、E ピンはダメなんですが、ですね、いやもう反応はしないですね。ここは手を落とします。まあ初もこれ結構ありえますからね、普通に。まああまり無理をする必要がないので、まあまあしょうがないですね。ちょっと全然いい目が見れないですが、まあまあこれはもう全然逆転がないわけではないので、まだあまり焦るような点差ではないというところです。さて、ここはこれはソーズが結構まあまあまだ伸びる可能性があるという感じですね。ここはドラを持ってきた。ドラ、あ、ちょっと薬牌は取っておきます。これウーピンが1枚切れてるのがちょっともったいないんですが、ちょっとまあチートイツも見ながら、リャンペイコーもあるか。あ、パーピンはいらん。
いや、パピンはちょっと切るの早かったかな。ペイを切ればよかったか。やっぱそうなりますよね。しまったな、パーピンは失敗したな。順番を完全に間違った。キューストが切れたか、まあ、切れてはないけど、あーチーピン来たってなると、ちょっとトーンを落とそう。有利な街にしたいですよね。これ三蔵入ったらリーチか。三蔵入ってリーチ、これはまあちょっと、あーまあパーピンがねというとこなんですが、いやパーピンはダメですよねこれで。ローピンもちょっと早めに切ろう。ローピンを早めに切って、まあポンのうちに切っておかないと。これって上がり目があるんですけど、難しいとこなんですよね。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。初か、これはちょっと今なら間に合う。ですよね。そうなるよねと。わかりました。もうこれリーチいきます。これ上がれるような気がする。アネマンチャンス。ドラがあるんで。あ、アホだ。アホが缶を打ったので、アネマン以上確定ということかな。あまりちょっと見てなかったんですけども、10杯しかないしというところですね。はい、まあそうなりました。いやー、酸素がオナテンか、サブロッソ。はい、まあこれはまあしょうがないですね。しょうがないで、ずいぶんちょっと点を取られてしまった感じです。とりあえずこれで勝とうと思うには、安手で上がってっていう感じですかね。なので、まあ一応ヤクハイは取っておきます。まあ、これはいらないです。ドラを持ってきたんで、できれば薬杯がついてほしいなというとこですね。この点差がこの後どう変わっていくのか。難を泣いたとしたら、まあそうですね、早めになんとか持っていけるかなと。レアンストが、レアンゾがなくなったか。質問切りが続きます。結構きついが、これはちょっと力技でも持っていかないとっていう感じです。あ、白もなくなりましたね。初か、いやー何もできなかった。親か、まあ、本一。なるほどなるほど。これちょっといい目が全くないまんまですね。勝負はできてるんですけど、点数が悪い。シャーチャなんで、いやこれはちょっと手が悪いですね。あ、来ました来ました。これはちょっとシャーをそのまんま、あ、9万はもう諦めますか。あ、シャー持ってきたか。これであればちょっと頑張れる感じがしますね。うわ、9万くそー、ちょっと今のは悔しいな。そしたらここはですね、ちょっともう上がりたいので、もうシャアにかけてちょっと広く受けていきたいと思います。チュンはもう2枚も切れてるんで、チュンが先でしたね。いや、これはすごくいいですよ。3ピン、まあ、E ピン、3ピン、ローピン、チーピン、9ピン、まあ、ピンズでどこでもいいんで、ピンズがとにかく取り、どこが入ってきてもいいので、ピンズを入れて、というとこです。一番最初に仕掛けるのは誰か。いいそうか、リャンゾが入ってくると面白いかなと。まあ、とりあえずピンズどこでもいいんで、あ、ローズ、ローソー来た。そしたらもうこれでいくか。ハイファイとはえらい違いですよね。泣きたくはないんですよね。
うわ、まずいな。パーピンは大丈夫かなの感じだと。よし、リーチ行こう。ダブローピン、ダブローピン、これ一発あるぞ。リーチ、おカン、うわローピン、あ、来ました。これです、これです。はい、ということで、これで裏が乗れば、裏は乗りませんが、まあ満貫か。ちょっとは返しましたし、逆転の目は十分あるかなと思いますので。さあ、よし、ペイあるな、ペイがあるんで、これはちょっと一気になんとか、これ無理やり上がって最後逆転を狙うというのはありかなと思いますので。うん、これだとイース、チーソ、ローソ、キューソ、イース、チーピン、ローピン、ウーピン、パーピン、あ、キューソが来た、キューソが来たんで、まあ、ここはターツをもう固めて、ペイを打ってもいいのか。いや、ペイよりも、どうかな、まあ、スーピンが入るといいんですけど、逆転することができるのか。まあ、スーソが入って、あ、ペイ持ってきた。ってなると、あ、ここは、これしかないな。ローソが入っても、あ、ちょっと悩ましいところで、うわ、微妙か。これちょっとうまいこと打たないと、難しいな。ウーソはもう、切るか。しょうがない。はい、リーチ、スモ、リーチ、ペイ。はい、来ました。こういうパターンですね。一発か。これ裏一個で跳ねか。あ、裏が二つ。これで、リーチ一発、ペイ、ドラさん。はい、跳ねマン来ましたね。さあ、これでフラットになりました。はい、そして最後、親番。これは逆転の可能性が十分ありますね。すごくハイパイは悪いんで、いや、すごく悪くはないのか。いや、もうなんならもうこれ1000点でいいんですよね、本当に。2000点でいいんで、一回上がってもいいかなという、こんな、そういう感じですね。あ、いいな、いいな。これで、あ、もうこれはもう役を一個仕掛けられたんで、はいはい、もう仕掛けさせない方がいいかなと思います。もう役は切ります。さあ、これでいて、ヤンシャンテンがウーパーピン来て、ウーパーピンでいいのか。ローソが入ったらいいが、まあ、レアンパーピンの三蔵三ピンか。どうしようかな。これちょっと難しいけども、三ピンはいらん。レアンパーピン、三蔵が来た、三蔵が来たんで、ここはイースを払おう。そしてウースを狙って、あ、ここは、うわ、先にもうここでいいか。逆転することができるのか。これでいいですよ。ちょっと失敗したなという感じですね。これウーピンが入って、まあ9ピンはいいか。9ピンは安泰。今は誰が持ってるのかな。いや、もうこれはリーチをかけましょう。リーチをかけて、しまった、間違えた。ステンハイを間違ってしまったんで、失敗したんですけども、これ間違ったぞ。あ、でも上がれた。いやー、とりあえずちょっと失敗はしたんですけど、これまだ逆、あ、もう逆転か。あ、逆転なしか。あー、失敗したなー。まあいいか、とりあえず上がれたからよしとしよう。で、これで1000点でもいいんで上がれば。さあ、これは結構
3900点以上上がればトップですね。今3班急須と抜かれたか、微妙なとこ抜かれましたが、とりあえずちょっと難は一応持っておこう。いや1枚出たんで難は切ろう。あ、急須持ってきた、急須持ってきたんで、三蔵、ペイか、ペイはいらん。サブロッソ、あ、数ピン入った、数ピン入ったんで、サブロッソ。サブロッソ。これしかないな、サブロッソ9ピン入って、三蔵待ちしかなかろう。これで。プレイヤー、まだ十分にトップを狙える点差です。あ、リャンザか、これは。また Q1 で当てる感じにしよう。あれ、あらー、これトイトイか、違う。ん、これで点数は、あら、あれ、なんかやけど1位にしてくれた。はい、ということで変な勝ち方をしてしまいましたけども、これもまあ勝負かなというところで、なんか3位の人がなんか、プレゼントしてくれたような感じになりましたが、まあ一応これでも勝ちは勝ちですから、はい、2級に昇格しました。だからまあ結局実質1日で、まあ、2級まで行きましたというところですね。まあ、2級まで来るの結構早かったなと思いますね。まあ段位になってからが勝負というところなんでしょうね。はい、ということで、まあ、今日は結構頑張りましたんで、まあ、ここまでにしたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。